セリアで揃う百均ギアでハンモックキャンプをもっと快適に。ハンモックキャンプの楽しみ方のご紹介です。最近ハンモックキャンプを楽しんでるんですが、このハンモックキャンプを快適にする百均ギアと、ワークマン、芯などの吊るし収納、こちらをご紹介したいと思います。ハンモックキャンプとはですね、ハンモックで、寝泊まりする、キャンプのスタイルのことです。まあ必要なものが、雨が降ることもあるのでタープが必要ですね。あと物をやっぱり下に置いたりするのでレジャーシートなども必要になります。その他にもいくつかね、あると便利なものもあるので、ご紹介したいと思います。はい、こちらはハンモックの上部にある、リッチラインと呼ばれるものです。こちらは自作しました。材料はですね、ワークマンのパラメイトロープ、セリアで売ってる自在金具、こちらも、100均で、まあ、手元にあったやつですね。手近にあったカラビナです。体をちょっと委ねるものじゃないので、そこまで耐荷重があるものじゃなくても大丈夫です。はい、長さはですね、木の間隔がですねなかなか一定ではないので少しね長めに作ってます。こういう余ってるとこを結んだりしてね、調整しております。なのでどれだけのものをですね、吊り下げるかによってカラビナの耐荷重を決めるといいかなと思います。自分は5メートルで作ってます。はい、ちょっと張ったところです。一旦ですね長めに作っておいて、こう余った部分はね簡単に結び目をこう作っておきます。で自在金具をつけておくとですね、こういうふうにピーンって貼れます。もうキャンプされている方おなじみですね。もう一つはですね、セリアで売ってるこのアウトドアロープフックです。これをねリッチラインに取り付けるとめちゃくちゃ快適になります。はい、8個入りで110円です。はい、こういうふうにですねリッチライン貼るんですけど、普通にね引っ掛けると風でふーって移動したりしちゃうんですよね。というわけでセリアのアウトドア用ロープフックを取り付けます。そうするとですね、ハンガーであったりいろんな吊るし収納を引っ掛けても横に動かないです。もう一つはセリアのトラベル用ハンガーです。はい、ハンガーですねこんな感じで展開されます。で最後に紹介するのがこちらのシーンのハンギング旅行用化粧ポーチです。はい、シーンのですね、吊るし収納です。あんまりですねちょっと床に置きたくないカトラリーとかですね、コーヒーとか小物ライトなんか入れるのに非常に便利です、ね。はい、使ってるタープはですね、サーモタープ3m×3m、重さ 790g です。断熱素材がついてるタープなので、寒い時も安心ですね。地面に敷いてるシートなんですけど、使わなくなったですね、コットの実は上のですねナイロンの布を再利用してます。はい、でスリーピングギアがですねアクシーズクイーンさんのハンモックフルカバーキルト180 458g、 軽いです。はい、その名の通りですね、もうハンモックをですね包み込むような感じで、もう完全にもうハンモック用の寝袋ですね。
はい、フルカバー着るとね、めちゃくちゃ小さくなってね、軽いんですね。タープの下にですね、あるレジャーシートの件なんですけど、やっぱりタープのですね、下にすっぽり入らないといけないんで、あまり大きいレジャーシートは向きません。目安は畳1畳分ぐらいです。こちらはですね、厳冬期、冬の寒い時期にですね使う、ハンモック BB タイベック、こちらもアクシーズクイーンさんです。重さは 301g、裏面にですねアルミ輸着されているので、熱反射ですごくあったかくなります。はい、それでは100均ワークマンシーンなどのですねチープなギアを使ってハンモックキャンプを快適にする方法をご紹介させていただきました。こちら参考になりましたらチャンネル登録をお願いします。